こんにちは、柴田です。今回ですね、ちょっと変わったギターをお借りしてきましたので、皆さんにご紹介させていただきたいと思います。こちらのギター、見た目はですね、まあ、ちょっと変わった形のテレキャスタイプというふうな感じなんですけれども、通常のギターと大きく異なる点が一つあります。それは何かというと、このネックにですね、トラスロッドが入ってないんですよ。まさにですね、メイプルワンピース、純正のメイプルワンピースギターというふうになっております。もともとね、エレキの創世期のビザールギターとかにはですね、ロッドが入ってなかったらしいんですけれど、現代のギターとしては非常に珍しいですよね。このロッドが入っていないことによって、どういったことが起きるかというと、まあメリットもデメリットもございます。メリットとしてはですね、やはり本当にまさに木なんで、しなり。ロッドが入ってない分のしなりっていうのはやっぱり全然違います。ネックのしなりによって弦もしなって、その振動がボディに来て、やはりいい音で鳴ってくれるっていうのがあります。ただやはりデメリットもございまして、ネックの調整ですね、反りの調整を後々できないということですね。まあ、でもこのギターね、もう10年以上経ってるみたいなんですけれども、全くね、反りがないんですよ。やはりね、メイプルワンピースのネックっていうのは強いですね。10年経ってもすこぶるいい状態です。このロッドのないギターはですね、作るのにめちゃめちゃ時間がかかっているようで、通常のギターだと、まあ、ネックとボディを大量生産して、後々組み合わせると。そして弦を張ってネックの様子を見てロッドで調整していくというふうな形なんですが、ロッドがないギターはですね、そういった後調整ができないので、製造段階でネックの調整をしていきます。どういったことかというと、まずですね、この形、ネックの形を作っていきますよね。で、フレットはまだ打たない状態で、ナットだけ仮でつけます。そしてボディと組み合わせて弦を張るんですよ。そしてその弦を張った時の張力を見ながらですね、ネックがどんな状態にあるか、弦を張った状態でフラットないし順反りになっていれば OK。 なので弦を外した時のネックっていうのは逆反り状態になってるんです。それを弦の張力でフラットに戻すと。それで指板の調整、弦高の調整をできた後にフレットを打っていくという風な形です。ボディとネックと弦が一体化されて初めてできるギターです。まさに職人技ですよね。サウンド面はね、先ほどお伝えした通り、本当ね、木の鳴りだったりとかしなりをね、感じられる、しっかりと抜けてくれる音です。ボディはアルダーで、ラッカーの薄い塗装。そしてピックアップはね、五島って言ってたかな。で、ブリッジはウィルキンソン。そしてペグもウィルキンソンになっております。弾いてて感じたのはもうね、木が鳴ってるなと。濁りのない木をですね、こう純粋に鳴らしてるなという風な、心までね、なんかこう爽やかになってくるような感じのギターです。ではでは音を鳴らしていきます。